SBS ラジオをお聞きの皆さん、ジュビロ磐田の小川幸喜です。今新型コロナウイルスの影響で大変な時期が続いていますが、今我慢の時です。これを乗り越えた先に素晴らしい景色が待っていると信じて今を行きましょう。しっかりと手洗いうがいしてウイルスを避けましょう。新型コロナに負けるな。またスタジアムで会える日を楽しみにしています。心は近くに SBS ラジオ。